店街にあるアランドライフさんの店舗に来てます。で今ね、生姜湯の試飲がさせてもらえるっていうことで、今日実際飲んでいきたいなと思います。それプラス春雨スープも今1杯100円で実際食べることができるみたいなので、そちらも一緒に食べていきたいなと思うので、早速やっていきましょう。早速作っていきます。元気の生姜湯っていうのをね、使って作っていきたいなと思うんですけど、トークロにお湯 150ml でちょうどいいみたいです。今日はね、ちょっと少なめでやるんですけど、むず生姜湯入れて、お湯を入れます。今日はね、自分でやってるんですけど、普段はお店の方がやってくれるんで、やけどはしないと思います。しっかり混ぜてからいただきます。うん、甘い。生姜湯あんまり飲んだことないんですけど、結構生姜って辛いイメージあるんですけど、やっぱお砂糖かな、砂糖です。黒糖が入ってるので、嫌な辛さとかもそんなに感じず、さっと飲めるのでめっちゃいいです。まあ、生姜の効能としては、まあ、新陳代謝促進の効果があるので、体を温めてくれたりとか、あとはむくみに効いたりとか、女性やったらあれですね、生理痛を和らげてくれたりとか、あとはなんかがんの予防になったりするって聞きました。なんで朝とか飲むと、今の時期やっぱ寒いんで、朝起きて寒いなって時にちょっと飲むだけで体も温まるし、黒糖が入ってるんで、まあ、糖分を取ると頭の回転も速くなってくれるので、今の時期特におすすめです。一応1袋400円なんですけど、今なら3パック入って980円なんで、結構お得なんで、よかったらぜひ飲んでみてください。じゃあ次は春雨スープを実食していきたいと思います。この春雨スープの味はね、鶏ガラスープ、オニオンスープ、中華スープ、豚骨スープの4種類入ってます。全部美味しそう今は結構春雨が好きで、よく家でも食べてるんですけど、春雨はそんなにカロリーも高くないから、さっと食べれてめっちゃいいですね。でこれね、それプラス味付けもそうなんですけど、ここに書いてるんですけどね、ヒアルロン酸やったりとか、空港エキス生姜配合されてたりとか、 DHA、まあ、お肌じゃない、血サラサラになる成分やったりとか、グルコサミンやったりとか、いろいろ入ってるんで、健康にめちゃめちゃいい春雨スープです。どんな味にしようかな、うん、鶏ガラスープにしますやっぱヒアルロン酸って大事なんで最近もう乾燥がすごくてね、肌パキパキなってるんで、ヒアルロン酸配合のスープでまた取り戻しますね。こちらですね、袋にちゃんと名前が書いてるんで分かりやすいです。それと春雨、作り方は結構簡単で、この春雨を入れてから、この粉末のスープですね、熱湯を 160ml、 だいたいお玉1杯ちょいぐらいかな、入れて3分待ちます。3分経ちました。食べていきます。いただきます。うん、美味しい。鶏ガラスープはめっちゃ優しい味がします。朝起きた時とか、まあ、3分待たないとダメなんですけど、まあ、髪の毛のセットとか化粧してる間に作っといて、それを
べるっていうのでもいいかも。体が温まるのと簡単に朝ごはん済ませることができるので、結構忙しい方でも使う食べ、うん、何やろ。食べていただけるかなと思うのでおすすめです。めっちゃ美味しい。こちらの商品もともと3040円の商品なんですけど、今だけ2400円で販売させてもらってるので結構安くなってます。よかったら毎朝の朝食にいかがでしょうか。鳩最寄駅から徒歩5分でアクセスめちゃめちゃしやすい場所にあるので、寒い日にはぜひあったまりに来てください。おかわりも自由です。今回もご視聴ありがとうございました。次回も発信していきますのでぜひぜひご覧ください。バイバーイ。